はい、こんにちは。今日はですね、先日フェランジトリコの新色を使ってバッグを作ったんですけれども、それで余ったメランジトリコとか、それから前のもしかしたらベージュとかも使うと思うんですけれども、ここにですねこうあるので、これを使ってまたねバッグを編みたいと思うんですけれども、多分足りると思うので、ここの分だけで編んでいきたいとは思うんですけれども、ちょっとわからないですけど、まだ新しくですね、このブラウンだけはですね新しく一玉買ってるのを使ってます。この間このブラウンというかこの色だけ全部なくなってしまったので、これは新しくというかね、新しい一玉買ってたのをまた新しい状態でこれは使ってます。なので今日はメランジトリコをいろいろ使ってね、また作っていきたいと思います。一応楕円で底を編んだんですけれども、2本取りで編んでますので、この10号針でメランジトリコ2本取りで今この底の楕円を編みました。これはですね12目鎖編みをしてから、6段編んでいます。楕円の編み方で、楕円の編み方は簡単ですけれども、別にバッグを作ってる時にね、一応編み方というか動画を出してますので、説明欄の方にリンクを貼っておきますので、よかったら見てください。これで今から編んでいきたいと思います。で、今このブラウンで2本取りで、ブラウンというかこの色ですね、この色で2本取りで10号針でこの楕円の底を編みました。で、今から、糸をこう変えていくので、ちょこちょここう段ごとに切っていきますけれども、切っていった方が綺麗にね、綺麗にというか仕上がるかなと思って、いちいち切るので面倒くさいかもしれないんですけれども、今から編んでいきたいと思います。で、今楕円を、6段編んだら、ここからですねちょっとベージュを入れていきたいので、2段ほど細編みでベージュを入れていきます。最初の頭に引き抜くところで糸を変えます。ここで糸を変えますね。この色はですね、新色ではないと思うんですけれども、これで2本取りで2段だけ細編みをしていきたいと思います。で、今からですね立ち上げていくんですけれども、ここから、4目、今56目ありますので、4目ね増やし目をしたいと思うので、1周ですね、今から1段目というか今から編む段は4目増やし目をしていきたいと思いますので、いつものように、この編み始めはちょっとつけませんけれども、ここで1目増やします。で、こんな感じでここら辺ですね、大体ここにマーカーをつけて、次はもうここら辺ですね、適当ですけれども、こんな感じで、これまっすぐではないのでこうではないですけれども、もう大体でいいと思うので間隔を空けてマーカーをつけます。そしてそこで1目ずつ増やします。編み始めとこのマーカーつけた3箇所で増やし目をしたいと思います。それでこのベージュのメランジトリコ2本取り、これで引き抜きます。これで引き抜いて編みくるみながらですね、糸端は編みくるみながらゆっと引っ張って、両方ですね、ブラウンもベージュもぎゅっと引っ張って鎖編み1回します。そして編みくるみながら同じところに、ここ編み始めは2目入れます。1、2、そしたら、最初の頭にまたマーカーをつけておきます。ここにマーカーをつけます。あとはマーカーのところまでずっとですね、1目に1つずつ編みくるみながら1目に1つずつ細編みをしていきます。で、マーカーのところに行ったらまた
同じところに2目という感じで編んでいきたいと思います。こんな感じで1目に1つずつマーカーのところまで編みます。はい、マーカーのところまで来たらマーカーを外して、その目に同じところに2目入れる、そんな感じです。同じところにここで増し目をします。そしたらもうあとは飛ばしますけれども、ここのマーカーのところとこのマーカーのところ、ここは2目ずつ入れて、あとはずっと1目に 1つずつ細編みで編んでいきます。はい、1周ずっと編んできて今60目になりました。で、このベージュで2段編もうと思ったんですけれども、もうこの1段で終わりたいと思います。結構ですね、あの2本取りで分厚いのでどうかなとか思ってあの、ま、見ててください。ちょっとは今こう説明するのもあれですけれども、これでね、ここ糸をまた切ります。1段ずつちょっと切っていくのでめんどくさいですけれども、ここで切って、またこのね、最初の細編みの頭にかぎ針を入れて、ちょっと短くなっちゃったんです。もう少し長めに切ってもよかったかな。そしたら次はこれを使おうかなと思います。いろんな合わせ方はね、どんな感じでもいいと思うんですけれども、次はこれ使おうかな、と思うんですけど、紫、これを使いたいと思います。これを2本取りにして、それからね、あの編んでいきたいと思います。この紫を2本取りにしてまた引き抜きます。ここで引き抜きます。そしてここですね、後ろの糸端は編みくるみながらいきたいんですけれども、ギュッと引っ張って、まず、鎖編みを2回してギュッと引っ張ります。ギュッ、鎖編みを2回して同じところに長編みをします。編みくるみながら同じところに長編み、そしてこのこれを1本の長編みとして頭にマーカーをつけます。そして次の目と次の目、2目目、3目目にも編みくるみながら長編みをします。2目目、そして3目目ですね、ここにも長編み。そしたら次は鎖編みを1回、2回、3回します。で、これはちょっともう後で糸始末をしますので置いておきます。そしたら鎖編み3回したら、次の目1、2、3飛ばして4目目、ここに長編み、また4目目に長編み、5目目に長編み、6目目に長編み、3本の長編みを入れます。そしたらまた鎖編み3目。1、2、3。そしたら次の目1、2、3飛ばしてまた4目目に長編み。5目目に長編み。6目目に長編み。これをずっと最後まで繰り返していきます。次は鎖編み3目。そしたら今入っている次の目から1、2、3飛ばして4目目から3本長編みを、この編み方を繰り返します。はい、2段目紫の色で編んできましたけれども、最後は鎖編み1、2、3します。そしたら最初マーカーをつけておいたこの長編み、最初の長編みの頭に引き抜くところでまた
糸を変えるので、これも少し長、ごめんなさい、さっきちょっと短めでしたけれども、長めに切って後で糸始末をしたいと思います。そしたら次はこの色の名前はなあれですけど、これですね、これをエメラルド、これを使います。これを2本取り、これを2本取りで、このまま15針でこの2本の糸を引き抜きます。だいたい糸を合わせて少し長めにですね、後で糸始末しやすいように、でこれで引き抜きます。で糸端をぐっと引っ張ってギュッとですね、そしてここですね、細編みをせずに今からもうこのまま鎖編みをしていきます。この上に、この3目の上にまずギュッと引っ張りますね。ギュッと引っ張っておいて鎖編み1、2、3、鎖編みを3目します。そしたら今度はこれはもう後で糸始末しますのでこっちに置いておいて、これはですね、今から編みくるんで言ってもいいと思うので、編みくるめたら編みくるみたいと思います。今鎖編みを3目しましたので、次はここ飛ばしたこのベージュの 1,2,3 目ありますので、そこに長編みを入れていきます。長めにこう引き出して長編みで、あと2つ飛ばした目がありますので、これ編みくるみながら2本目で、もう1目飛ばしてますので、ここに3本目、こんな感じで長編みを入れていきます。こんな感じです。そしたらまた長編みの 上のこの3本の長編みの上には鎖編み3目、1、2、3、そしたらまたここ飛ばした目、このベージュのこの 1,2,3 飛ばした目に、上からこの鎖編みの紫のこの鎖編み3目の上から長めに引き出して長編みを飛ばした目に入れていきます。ギュッと引っ張って、そしてもう1目飛ばしてますので、ここに入れて、また今度は鎖を1、2、3、そしたらまた同じですね、次はここ飛ばした目に長編みを入れていく、そういう感じでずっと1周編んでいきます。はい、エメラルドで最後まで編んできましたので、最後はここですね、さっきのこの紫というかパープルでしたっけ、ちょっとこれとこのエメラルド、この糸端をギュッと引っ張って一度これを編みくるみますね。で、ここ細編みをしてないんですけれども、この紫のこの長編みの頭、ここにかぎ針を入れて、そして糸を変えます。これを切ってですね、今度はこのブルーですね、このブルーで編んでいきたいと思います。これを2本取り、クリアブルーですね、このクリアブルー2本取りでこれを今から1段編んでいきます。ここでクリアブルーを引き抜いてから、でここちょっといっぱい糸端があるんですけれども、これをギュッと一度ギュッと全部引っ張っておいてから、そしてここから長編みをしていきます。ギュッと引っ張りますね。ちょっとここごちゃごちゃしてますけれども、まず鎖編みを1回2回してギュッと引っ張って、同じところにこの何本 6本ありますけれども、1回だけでもいいと思うんですけれども、一度編みくるみます。ギュッと引っ張って
糸端をですねギュッギュッと引っ張っておきます。ギュッとですね。そしてこれがちょっとモコモコってなってますけれども、これが長編み1本なのでここにマーカーをつけます。でもこの今からこの紫の飛ばした1本目2本目3本目2つ目3つ目のこの長編みの頭にまた長編みを入れていくんですけれども、これそこまで編みくるんでいこうかなと思います。なのでここ紫の飛ばした今1本目に長編みを入れましたので、この2本目の頭ここにも長編み、そしてもう1本飛ばしてますのでここにここまで編みくるんで、あとはちょっともこもこ6本もありますけれども最後に糸始末をしたいと思います。こういう感じで編んだらまた同じです。あとはもう糸を変えていくだけなのであれですけど、長編み3本編んだら鎖を 3目編んで、次のここですね、次の紫の飛ばした長編みの1本目2本目3本目この頭に長編みを入れていきます。ここですね、1本目2本目の頭3本目の頭に長編みを入れたら、また鎖を3目鎖を1、2、3。そしたらまた同じです。次はこの紫の長編み、飛ばした1本目、2本目、3本目の頭にまた長編みを入れる。で、鎖編み3目。そしてこういう感じでぐるっと編んでですね。あとはもう同じ編み方なので飛ばしますけれども、もうこれ色は別にどんな色でもいいと思うんですけれども、まあ、ここにある色をなんとなく考えて、組み合わせていこうかなと思います。ずっとね今の編み方で何段かこの編み方で編んでいきたいと思いますので、ここからは飛ばします。なのでまたいつもですけれどもこう立ち上げて色をねどういう感じで使いましたとかいうのは後でご報告したいと思いますので、そこまで飛ばしたいと思います。はい、こんな風に編んできました。と最後ですね、ここで最後というかまだあるんですけれども、ちょっと色のご説明をしたいので、まず最後これ鎖編み3目してから最初の長編みの頭に引き抜くところで糸を変えるんですけれども、これですね今こういう風に編んできたのはこの編み方ですね、この長編み3目長編み3目鎖編み3目この模様の編み方で編んできた糸がですね、まあ、紫、エメラルド、それからブルー、そしてピンク、そしてここ少し残ってるこのオリーブですね、オリーブか、これとそれからピンクなどがこれですね、そして最後このグレーというかチャコールグレーですかね、これで編むんですけれども、これをこの編み方で一模様というか一度全部ねこの紫この1、2、3、4、5、6色で一つ一模様ですね、そして裏模様編んできてるんですけれども、今このオリーブで終わってるところです。でこのチャコールグレーで今から最後というかこの長編みの編み方最後編んでいきたいんですけれども、まあ、この色の順番とかは全然どうでもいいと思うんですけれどもね、勝手に私が合わせただけなので、今からね最後の編み方少し違うのでここで糸を切ってご説明したいと思います。でこの糸ですね、最後合わせたこの糸をこれでまた2本取りでここを引き抜きます。引き抜いたら今からはですねこのギュッと引っ張って糸端と糸端このねギュッと引っ張ってですね、まず
鎖編みを1回します。そしてこの長編みのまず1本目の頭に編みくるみながら細編み、そして細編みの頭にマーカーで、また2本目の長編みの頭に編みくるみながら細編み、この長編みの頭に全部ね3目あるので細編みをしていきます。そしたらここはまた長編みをしたいので、この飛ばしたピンクの 1,2,3 目のこの目頭に長編みをしていきます。1 2本目ですね、飛ばしたこの2本目ここに長編み、3本目にも頭を拾って長編み、3本目ここですね、飛ばしているピンクのこの目ですね、この3本目の長編みの頭にまた長編み、そしたら次は長編みが3本ありますので、ここは頭を拾って細編みをしていきます。あとは同じです。最後までずっとこの編み方で、この編み方でね、長編み飛ばしたところは長編みの頭を拾って長編み、次はこの長編みの頭を拾って細編み、これをずっと一周していきます。はい、最後までしてきましたので、最後はこの飛ばしたピンクの長編みの頭に長編みをします。長編みを3回3回3回したら最初の細編み、ごめんなさい動かしたかな、すいません、最初の細編みの頭に引き抜くところで、なんか糸を変えてばっかりで申し訳ないんですけれども、最初の細編みの頭に引き抜くところで糸を変えます。そしたら次はこの前の分ですね、新色ではないと思うんですけれども、このベージュ、この ベージュこれを2本取りで、持ち手の部分はまたこのブラウンというかね、ヒースグレーでしたっけ、それで作りたいので、ここ少しだけベージュを使ったので、上の方少しまたベージュを使います。色はもう本当にお好みだと思うんですけれども、私がねこの勝手にしてるんですけど、このベージュでまず引き抜いてからもう細編みをずっと一周していきます。引き抜いたらギュッと糸端を引っ張って鎖編み1回、ギュッと糸端をまた引っ張って同じところに細編み、編みくるみながらずっといきますね。でマーカーをつけます。最初の頭にマーカーをつけて、ずっとあとは細編みを60目細編みを編んでいきます。なのでここは飛ばします。一目に一つずつ細編みを編んでいきます。はい、一周編んできたら3、4段かな、変わり細編みをしたいと思います。最初の目に引き抜いたら、今普通にね細編みを編んできましたけれども、今から変わり細編みを何段かしていきたいと思います。鎖編み1回して、同じところ頭を拾って細編み、そしてマーカーをつけます。そしたら次は頭ではなくて足を拾って大きな細編みをします。長い細編み、長めに引き出して細編み、次は頭を拾って交互にですね、小さい細編み、短い細編みですね、次は頭じゃなくて足を拾って長い細編み、長めに引き出して細編み、で頭で短い細編み、これの繰り返しです。これをねずっとしていきたいと思います。まず1周編んでいきたいと思います。このまま編んでいきます。
はい、最後まで編んできました。変わり細編みを何段か編もうかと思ったんですけれども、深さ的にこのくらいでいいかなと思いまして、今からねまたね最後ですけれども、このヒースブラウン、これに変えていきます。最初のごめんなさい、変わり細編みをね、あと2段は編もうかと思ったんですけれども、まあこれでいいかなと。変わり細編みにあんまりなってないけど、まあ、1段だけですね編んできたって感じになりますけれども、まあこれでいいかなということで、ここから最後のこれですね、このブラウンというかヒースグレーだったと思うんですけれども、ヒースグレーですね、ブラウンじゃないけど、このヒースグレーに変えていきたいと思います。これ糸を変えるのはもう最後なんですけれども、ここで本当に細編みを1段編んでから、またねごめんなさい、なんか申し訳ないですね、なんか糸ばっか変えてでもなんか可愛くならんかなとか思って編んでるんですけれども、なかなかいいんじゃないでしょうか。せっかくなので全部使おうかなと思って、まず鎖編みを1回しますね。そして同じところに細編み、編みくるみながら同じところに細編み、で糸端をまたギュッと、そしてマーカーをつけておきます。そしてもう60目ですので、60目、このブラウンで細編みを一周していきます。ここ飛ばします。一目に一つずつ細編みをしていきます。はい、最後まで編んできたので、ここでですねちょっとチェーンつなぎでつなごうと思います。と楕円なので、ここから持ち手を編んだら変なところにこうついてしまうので、真ん中半分ずつ分けてですね、そして持ち手を編んでいこうかなと思います。なんか可愛くないですか、これ色的にどうかなと思いますどう思いますって言ってもあれですけれどもね、なんかねややこしいことばっかりしたがるんですけれどもなんかせっかく新色が結構可愛いので、可愛いって言ったらおかしいけど、カラフルで私が好きな色なので、ね全色使いたいなと思いまして使ってるんですけれども、皆さんもうメランジトリコとかポストカードは出会えたですか、出会えてですかっていうかどうなのかな。私が行ってる一番大きいダイソーさん、実はこのねヒースグレーですか、このブラウンのようなこの色、これをもう一玉変えたくて、これだけ新しい一玉を使ったので、もうこの色がなくなったので、できればこの色持っておきたかったので買いに行ったんですけれども、もうこの色売り切れててもうなかったですで不思議なのがこの何のブルーとそれからパープル、紫、これがもうほぼなかったんですよね。私はオリーブとか、あオリーブももうなかったんですけど、なかったというか少なかったですけれども、このブルーとパープル、これとそれからこのヒースグレー、これがもうほぼなかったです。あと ポストカードはもう全色在庫なしになってましたので、またね入ればいいなとは思うんですけど、まだ私は一玉ずつ持ってますので、ね、皆さんのところにね早く入荷すればいいなと本当に思ってます。可愛いので、そしたら今からこう真ん中にこういう風に楕円のところそこをこう折ってですね、ちょっと印をつけて持ち手をねつけたいところとかを決めたいと思います。はい、こんな感じでつけてきました。ここですね、楕円のところを折ってですね、そこを、そして60目ありますので30、30に分けて持ち手をつけたいところを勝手に決めました。自分がですねお好みだと思うんですけれども、8、8、マーカーからマーカーまでが14のところでつけてきました。そしたらもう最初マーカーをつけているところから、このヒースグレー2本取りでまた持ち手の部分を編んでいきたいと思います。
最初ここですね、ここから細編みを編んでいきます。マーカーの手前までですね、引き抜いて鎖編みを1回してから糸端をギュッと引っ張って編みくるみながら同じところにまず細編み、そしたら細編みの頭にマーカーをつけて、もうずっとマーカーの手前まで8目ありますので8目細編みをしていきます。7マーカーの手前まで8目ですね、8目細編みをしていきます。そしたらここから持ち手の長さ、好きなお好みの長さまで鎖編みをしていきます。1、2、3、はい、鎖編み18目してきましたので、ねじれないようにこのピンクのマーカーの次の目からまたずっとですね、向こうのピンクのマーカーの手前まで16目あります。88で16目ありますので16目細編みをしていきます。3、4、ごめんなさい、ちょっと当たりますね、ちょっと飛ばしますね。16目細編みをしていきます。はい、向こう側のこのマーカーの手前まで16目細編みをしてきたら、また鎖編みを18目して、ここですね、このマーカーの次の目から8目ありますので細編みを8目します。そこ飛ばしますね、鎖編み18します。はい、最後までしてきたら最初の細編みの頭に引き抜きます。そしてここら辺につけてたマーカーはもう全部取りましたので、取りました。で、ここで引き抜いたら、もう一段ずっとね、細編みをしていきます。鎖編み1回して、同じところに細編み。で、ずっと細編みをしていきます。1周。持ち手の部分は鎖編みの向こう半目を拾って、1、2、3、4、6、7、8細編みをしたら持ち手の部分になりますので、もうここら辺は何ですかね、ごめんなさい、増減なしというか、もうこのまましていきます。減らし目とかしないでこのまましていきます。なのでこの鎖編みの向こう半目を拾って18目、1、2、3、ずっと18目していきます。そしてね、ずっと1周細編みをします。はい、持ち手の部分18目細編みを向こう半目を拾って細編みをしてきたら、またこっちからですね、一番この端っこ、ここ細編みの頭がありますので、ここから向こうの持ち手まで16目ありますので16目細編みをして、また持ち手の部分、鎖編みの18目、向こう半目を拾って細編みをして、最後、また8目ですね。目が残ってますので、そこを拾って8目、細編みをして終わりたいと思います。あとはね、引き抜き編みになりますので、そこまで飛ばしますね。はい、最後まで編んできたので、最初の細編みの頭に引き抜いてから、最初の細編みの頭に引き抜いてから一周ぐるっとですね、引き抜き編みをします。ここから引き抜き編みをしていきます。もうあとは引き抜いていくだけですね。こんな感じで引き抜いて引き抜き編みをしていきます。これは
からぐるーっと一周と、この持ち手のこの中ですね、両方中引き抜き編みをしていきます。はい、上の方とこっち側はですね引き抜いてきたので、ここはこの端からですねこの糸を入れて、そして引き抜いていきます。ここだけですけれども、いつもですねここだけですけれども、ここからね入れてずっとぐるっとね内側を引き抜いていきます。こんな感じで、こういう感じでぐるっとね一周引き抜いていきます。はい、引き抜いて完成しました。可愛いんですけどなんかちょっとだけレトロ、ちょっとっていうかレトロっぽくないですか。やっぱり色合いがレトロっぽいのかな、紫とかやっぱりピンクとかが入ってるから、こういうオリーブとかかなと思うんですけど、今回のメランジトリコの色は好きですね。まあベージュは、ライトベージュはですね前の分ですけれども、こんな風に可愛いミニバッグができました。これは多分長財布も入ると思うんですけれども、後でちょっと入れてみますけれども、最初ですねあのサイズを測りたいと思います。底は楕円なんですけど、21×このヒースグレーのところなので 21×11 の楕円、楕円底ですそして幅がすいません、ちょっとうんうんって言いますけど、幅が20ぷっくりなってますので29センチぐらいありますね。そして深さが17センチあります。ちょっと可愛くないですか、このどうですか皆さん。これですね、大きく大きいバッグにしようと思ったら6の倍数で大きくして、小さく、また巾着とかがいいよとか思われる方は、まあ、小さくサイズ変更できると思うんですけれども、すごく可愛いと思います。これ 色もだから他の糸でいろんな色でしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと私今あの何ですかね、ショートでは出したんですけれども、ここ雑談ですけれどもね、前のリサイクルポリエステル系統の段染めがあったじゃないですか、6色ぐらい、あれであの全色ですねちょっと前もパッチワークするって言ってたじゃないですか、だから暗くなったのでって違う糸で したんですよね。あの見てくださってる方はね、分かってくださると思うんですけれども、明るいね在庫の糸でパッチワーク風にしたんですけれども、そのリサイクルポリエステルの段染めでもパッチワークしたんですけど、すごく暗いんですよ。どうしようかなって、もうそれボツにしようかなと思ってて、でもやっぱり一玉ず全部余ってるのでどうにかしようと思って、一応ねモチーフにして、あの明るくするためにね、周りをあのそれこそこれを買い足しに行って、あの新しいねポストカードとか見つけたっていう、そういう動画もあるんですけれども、この糸で周りをね縁を編んで、でつなげてるんですよ。でそれを動画にねしないといけないんですけれども、新しい糸の方が気になってしまって、この間これを編んだじゃないですか、このパッチワーク風のこのバッグ、ポストカードとメランジトリコ全部全色あの使ってという、これでまたこのメランジトリコのこのバッグを今日はね編んでしまったんで、それがどうも後回しになってしまうんですけれども、まあ絶対にねそれは完成、もうほぼ完成してるので、あとはモチーフを皆さんにこう編んで、でまあつなげてというか縁とかをね編んで持ち手をつけるところまでなんですけれども、あとそれがなかなかできなくて、もうね新しい糸ばっかりに気がいっちゃってですね、こっちを先にしてしまったんですけれども、まあ、次はねそれをしたいなと思うけど、まだポストカードとか他に買ったダイソーさんの糸もあるし、ちょっと悩むところですね。それが最後なんか後回しになっちゃうような気がするんですけど、絶対にね仕上げたいと思いますので、その時はお付き合いくださいちょっと雑談になりましたけれども、今日はこのメランジトリコの
まあ新色ですけど、これはこれだけね新色じゃないんですけど、これライトベージュを使いました。少しですけれども使いました。で新色はこのヒースグレーという、これだけこれだけ、これがこっちのバッグでなくなってしまってたので、新しい一玉を使ってこのくらい残ってます。あとの糸はこのバッグで使った、このバッグで使った余り糸です。なので全部全部一玉ずつで足りたんですけれども、オリーブがこのくらいになってしまいました。この色ほんといいですよね。このオリーブっていうこの色ほんとにいいですよ関係ないですけど、あとはもう一玉ずつね使いましたので、それでもねまだメランジトリコ全部このヒースグレー以外は丸々一玉あるので、このヒースグレーを絶対にどこかでもう一玉は新しいの買いたいなとは思ってます。なので今日はこういうバッグになりました。でちょっと長財布を入れてみたいと思います。はい、長財布持ってきましたけれども、長財布も入るし、こういう、ね、あごめんなさい、こういう大きめの、ちょっとこれボロボロ使いすぎてボロボロですけど、大きめのこのポーチとかも入るので全然大丈夫です。そしてしっかりしてるので、2本撮りでしましたのでしっかりしてますので、可愛いなと思います。本当に可愛いです。どうでしょうか、こんな感じで持ってですね、ちょっと買い物行く時とかにこう持てるかなと思います。可愛いですね、色がね色がねってそしてとこのお弁当箱とかも入るので、ジュースとか入れてね、仕事行く時に持っていけたらいいなとか思うんですけれども、お弁当箱とジュース、いつもジュース持っていくんですけど、あの水筒とね暑いのでジュースを持っていきますけれども、こんな感じでね持っていくのもいいんじゃないかなと思います。もちろん長財布とポーチも入りますので、どうですか可愛いなと思います。本当にちょっとね高さ少し高くしてお見せしたいと思います。はい、こんな感じで完成しました。どうでしょうか、2本撮りでしてますのでしっかりしてて、形もぷっくりして可愛いと思います。ちょっと下の方の糸始末がマナなので後でしたいと思うんですけど、上の方とかしてきました。一番下の方がねちょっとまだしてないんですけれども、糸始末をしたいと思います。ぷっくりしてますね、結構ほら自立しますし、内布もいらない、内布なしでも全然 OK です。でね、柄がというか模様が可愛いので、いろんなね色を使って、そんな難しい編み方じゃない、全然編み方違う、難しくないんですけれども、なんかこう凝った感じのバッグになったんじゃないかなと思ってます。はい、こんなお弁当箱でもいいし、お仕事用にお弁当箱入れてジュース入れてっていう入れ方もいいし、あとそのちょっとお買い物に行くのに、まあ、長財布も入りましたし、これちょっとボロボロですけどいつも使ってるので、この大きめのこのポーチとかも入りましたので、ちょっとしたとあれに持っていくのにはいいと思います。なのでいろんな使い方ができると思います。はい、こんな感じで完成しました。どうでしょうか皆さん、こういった感じで、そこはこうでこうこうこうでね、ランチバッグとかにもいいなとは思いますよ。本当にちょっと暑苦しいかな、まだでもいいんじゃないかな。可愛いしぷっくりしてるし、しっかりしてるし、何に使ってもいいんじゃないかなと思います。今日は、こんな感じで新色のメランジトリコと、このライトベージュは、前の分になりますけれども、一つ前かなの、メランジトリコを使って、こんなカラフルなレトロチックな、本当にレトロチックな可愛いバッグができました。すっごい気に入ってます。テンションこう今抑えてますけど、めっちゃテンション上がってるんですけど、あんまりね動画でテンション上がるとおかしいかなといつも上がってますけれども、まあそのまあね、そのままを出せばいいと思うんですけど、すごい可愛いと思いますごめんなさい嫌な思いされたら申し訳ないですけれども、可愛いと自分では思います。皆さんがねどう思うか分かんないですけど、もしね、あそれ可愛いねと思ってくださったら、少しね少しでも参考にしてもらえて
参考にしてもらえたら嬉しいです。っていうか編んでもらえたら嬉しいです、正直なところ。はい、はい、今日はこんな感じで完成しました。ね、次はまたさっきも言いましたけれども、前放置している分がありますので、それもね可愛いんですよ。だからね完成させたいんですけれども、また次は何編もうかなって感じですね。はいいつも言ってますけれどもね、インスタの方も新しい趣味垢を作ってますので、あとね、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。次は、考えるとこですが、また楽しみに待っていただけたら嬉しいです。今日も最後までお付き合い本当にありがとうございました。こんなね可愛いバッグが編めましたので、よかったら編んでくださいはい、それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。